クリップで留めていきます。ハローエブリワン。イエーイ、わさまるです。みさきです。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんで言うこと言うんだよな。はい、始まりました、みさきの。はい、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ、はい、はい、今日はターバンアレンジです。はい、はい、ターバン、まあ、夏なんですけど、うん、まあ、湿気で広がる人、うん、あと首周りすごいまとまりついちゃう人、まとまりつきますね、汗でね、めっちゃベタベタするんですけど、うん、それを今日はなんとターバンで解消しようと思いました。はい。まあ、ターバンって、まあ、ずれてきやすかったり量が多かったりとかすると、うん、やっぱりこう取れやすかったりとかするので、うんうん、まあ、取れにくいつけ方と、うんうん、あとはずれて1日ずれてこない方法を今日はやってますので、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、夏のレジャーにも使えますよね。はい、だからまあそのターバンを変えたりとか柄を変えたりとかしたら、いろんな服装で結構いけるかなと。今回、まあ、美咲さんはこう黒でいってるんですけど、まあ、例えばちょっと色物使ってカジュアルな雰囲気にしてもいいし、ちょっとこう大人カジュアルな雰囲気でもいいかなと思いますので、はい、どのジャンル、どのファッションでも合うアレンジになってるかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんこの夏チャレンジしてみてください。はい。はい、それでは動画スタート。リレイのオイルをつけていきます。乾燥が気になる人は手のひらに少し多めに出して、手先から上に伸ばしていきます。耳後ろで分け取っていきます。反対側も同様に取り分けて、後ろの髪の毛を耳よりも少し下の位置でまとめていきます。ゴムで結んでいきます。毛先の方はお団子に結びます。ターバンをお団の部分に引っ掛けてつけていきます。毛先をターバンから出していきます。サイドの髪の毛を後ろで2回転させてお団子に巻きつけていきます。ゴムで結びます。反対側も同じようにやっていきます。ここの部分を隠すようにターバンをグッと前に持ってきます。サイドの部分も少しバランスを見ながら広げていきます。毛先の部分を上でねじってクリップで留めていきます。この夏カジュアルな服装に合うターバンアレンジをやってみました。ジメジメした時期にすごいぴったりなので、よかったら参考にしてみてください。